皆さんこんばんは、ザ・ゴールド、西新宿5丁目プレゼンツ、天才ガリンペロの元気が出るラジオのお時間でございます。ありがとうございます。先週ですね、うちの、相方であるアトがちょっと隠れちゃったっていうお話をねさせていただいたんですけれども、あの後ですね、私収録後公約通りちゃんと夜の帳を抜けてね、アトヒロスが探しに行きました。で、結論から言うとですね、本当に見つけにくいものでね、カバンの中をやっぱ探してみたりですね、時にはこう机の中を探してみたり、井上陽水かい！すいません。見つかりましてね、今日はゲストに来ていただいております。早速ねちょっとお呼びしようかなって思います。リアル時男こと阿藤浩介さん、ご登場お願いいたします。どうも。シドカイです。何？もしくはアルピニストの野口健です。ほっぺた的なことですかそれ？そうですね。顔が濃くてパンパンにむくんでるっていう。入院してたんですよね。脳腫瘍を切除したんですよ。すごいよね、本当にね。先にちょっとね、写真一枚見てもらいましょう。ちょっとあれ出しますんで、お出しできますかね、スタッフさん。あ、出ました。あ、出ました。ピカチュウショックみたいな感じになっちゃった。こっちは見えてますんで、ちょっとね、阿藤くんとこれ見えてないと思うんだけど、これ、すごいよね。これ、針ですかこれ。紐？何でこう？これハリウッド版マッドマックス2の撮影のための特殊メイクみたいなもんですよ。それも80年代だからね、撮影終わってんの、ね。そう。もうサイバーパンクだよね。サイバーパンクの時代だけど、これ、脳を開いたわけですよね。そう。だから骸骨を開いて、それを閉じてる、いわゆるお財布のファスナーみたいなもんですよ。よく、一応金属なんだ、これは。ホッチキスですよね。いや、すごい。なんか、かきむしりたくなっちゃわないの、これ。いや、かゆくはね、本当に、術後ね、先生方のね、順天堂病院様の先生方のおかげで、非常に術後の経過は良くてです。出血もないし、かゆみもないんで。すごい、なんか見てるだけですよ。こっちがかゆくなっちゃうもんね、正直なところね。そうでしょう。これだって結構は、これ、後でちょっとゆっくり話してもらうんですけど、左側の耳の方に腫瘍ができたんですか、これ。いや、これあれなんですよ。ちょっと反転してて。あ、そっかそっか。右耳ですよ、ね。右でいいんだ、やっぱり。そっか。右耳の、脳の奥というよりは、限りなく表面に近い場所に、4センチ台の腫瘍が発見された。4センチはでもでかいよね。ね、いや、ちょっとその時の心境とかも聞いていこうと思うんですけど、せっかくなんでちょっと時系列を追って話してもらおうかなと思うんですけど、よろしいですか？それよりね、今日まず感謝したいんです、私ね。先にそこ来ちゃいますか？はい。そう、今日ね、皆さん見ました？東京新聞の紙面。いや、見てないですね。我らがあずり鳥越社長。はい。高岸秀樹代表取締役が取り上げられてましたよ。はい、どういう記事ですか？日本一尖った放送局。なるほどね。追求するのはそこだと。こんなね、順天堂病院さんに許可をいただいて、でこんな遠方から僕がラジオでね、いつも見てくれる方々の相手にお話しできるのは、それを支えてくれる体制を作ってくれるあずりさんのおかげなわけですよ。すんごいゴマ吸ってくじゃん。ゴマ吸るよ、これは。すごいね。あ、出てきた。出てきたよ。そう。これだ。高橋秀樹さんのね、記事、今日せっかくほら新聞に載ったからさ。チェックしてますね、よくね。あ、でも、開局は、でもまだ1年なんだね。あ、素晴らしい。おめでとうございますですよ。今度ね、開局イベントもやられるみたいですからね。行こう。これだからさ、素晴らしいじゃん。世の中のいろんな少年とかさ、わかんない。貧しい人かもわかんない。年齢若いかもしれない。いろんな人がさ、ラジオに出てさ、話せるようなきっかけをさ、あずりさんが作ればいいわけですよ。すごい、ティーアップがすごいね。
その順天堂の中でそんなに何かをティーアップしてるのも君ぐらいですよ、本当に多分。そうですね。と思いますよ。まあ、僕今12階にいるんですけど、うん、僕の階下はもう、あれですよ。うん、時期の、うん、府庁とかの、その勢力の組織の戦い方がすごいわけです。やっぱあるんだ。やっぱあるんだね。あ、まあ、あるよ、ね、あるでしょう。順天堂さんですから。あるね。天下の。派閥もあるだろうしね。はい、ああ、確かに。派閥もあるだろうしね。それはもう仕方ないとこですね。お、なんか、あれですね。スタッフさん書いてくれてる。白い巨頭っていうふうに。あの今花岡さんが言う、まあ、いわゆるそうそうそうね、医療系のそういう、うん、そら派閥のドラムといったらさ、うん、白い巨頭とかまさにそういうもんですよね、うん、まあ、あとね、うん、健康が一番本当にある日突然朝起きたら意識がなくて、うん、起きたら脳みそが開けられて脳みそが片方もう一部取り出されてる気分味わったことないでしょう皆さん。そうだね、確かに。でも運が良かったよね、倒れた最初、その痙攣しちゃったのが自宅ですか。まあそうですね、家族の方に解放してもらったんで、それは嬉しいです。それ幸いだよね。だからもしそれがその車の運転中とか、もしくはあの君の愛人の家とかだったらもう大変だよね。すごいじゃない、まあ、君の愛人の家だったら大変じゃない、君の愛人の家だったら大変じゃないの。繰り返せばいいと思うんですよね。あ、そうだ、ただどこの場所で倒れようとも一つ言えるのは戦場ですよ、私は。我戦火にありとだけ言っておきますよ。どういうことよ、どういうこと、やる気が出たってこと。どういうことですよ。なるほどね。いやいや、僕にとって僕にとって安息の地なんてないよって話ですよね。なるほど、なんかあれだね、話がだんだんあれですね、なんか大きくなってきましたね、なんかね。気持ちも変わってきたってことですね、気の持ちようも。まあでもね、本当にいろんなね、Facebook で言うと、いいねだと170人ぐらいの方とかね、いや嬉しいね、あとお祝いメッセージ、そう、激励メッセージいっぱいいただいたんで、本当にありがたいなと思いましたね。なるほどね、いや、本当に良かったです、ね、はい。ちなみに、その手術自体はどれぐらい時間かかったんですか、その開けて。ね、麻酔が効いてから目覚めるまで、ちょうど、5時間半ですね。いや、結構な、まあ、大手術だよね、そうなるとね。これね、全身麻酔が、こう、今から麻酔薬入れてきますよって言って、点滴でこう入っていくじゃない。その人がちょっとあったかいなと思う。へぇー。これね、やられたことない。君とも分かんないけど。わかんない。あったかいなって思うんです。でもうその次の瞬間ぐらいでもう眠っちゃうの、で、そうなんだ、次起きた時に「阿藤さんお疲れ様でした頑張りました」って声かけられるって目が覚めるんだけど、この体感時間はね、5分だよ5分。へえ、5分ぐらいちょっと疲れて昼間さベンチ座ってあれちょっと太って寝ちゃったなぐらいの体感時間でも5時間経ってるわけよ。全身麻酔ってすごいね、やっぱりね、そう考えると。すごいすごいすごいね。でその後特に痛みも、でも本当まあこれがね、俺もだからずっと心配してたんだけど、まあ要はその良性か悪性かって話じゃないですか、やっぱり。そうね、でまあ結果的に良性だったからね、本当に良かったですけどね。そう、正確にはまだその病理検査にその取ったものを持ってってるから、結果までは分かんない。今のところ、まあ、いい、悪いものではないんじゃないかという。でもこれって、その、はい、ちょっと脱線したんだけど、なんか、原因って、なんなのかな。いや、これはね、これからの、要は、そう、そこすごい重要で、またなるかもしれないし、そうだよね、だからそれ怖いじゃない。で一応、偶発的にできたものだから、なんで生活習慣が悪かったのかとか、まあ、体に無理がね、こう、あったのかとか、そういうのはこれからちょっと解明していきますよね。なるほどね。よく聞くのが、例えば食生活とかって聞くじゃないですか、なんか日々の生活習慣みたいな。まあね。で、なんかその、改善、食生活も改善してくれみたいな話だったら、やっぱ君はあの大好きなもう、家系のラーメンもやっぱりもう食べなくなるってことなんですか、そうなると。まあでもさ、ここ最近はね、そんなにこう、暴飲暴食してないから、ね。してないよ。そう、なんか倒れる前ってか予兆みたいなのあったの？これね、お医者さんにも聞かれるんだけど、ないんですよ全く。へえ。
俺、頭痛ってそもそも今まで生きてきてほとんどなまあ、かっないたよね、君確かに。よくその、よくさ、片頭痛がひどいんです、私言うみたいな、言うじゃない。その、舌痛がないから、それ。なるほどね。怖いよね。本当にいきなりだったわけだね。そう本ね。当にだから僕、愛人の家でやっぱり倒れなくてよかったなってやっぱり思うよね。本当に。そう。だってこれがもし愛人の家で倒れてたとしたら、愛人やっぱどうするのかってなった時に、やっぱいきなり救急車呼ぶと思うんだよね。で、その救急車呼んで意識がないから、やっぱり意識がない免許証とか身分証からやっぱ君の、家族がどこにいるのかっていうのを調べ上げて家族に連絡が行くわけですよ。で、家族から連絡が行ったら、誰がこの病院に連れてきたんだって話になってね。あれ？しんみりしちゃってました、ちょっと。やっぱり君はその、この平和の世の中に混乱を望むものだよね。レジスタンスだからね。まあ、カオスです基よ本ね。的な立ち位置としてはそね。うです。レジスタンスですね、確かに。それは、そうね。君もレジスタンスだろ、でも、そんな。なんか、アズリに媚びてるけどさ、違うだろう。いや、アズリーは面白いですよ。もう我々のやりたいことをやらせてもらってるんまあ面白いですね。いや、本当に助かってます、本当に。でね。いや、本当にありがたい話ですよね。ちなみに、こうなんかちょっとまあ話があれなんで戻しますけど、なんかこう、術後、心境の変化みたいなのってなんかあったりするんですか？なんか。心境の変化。なんかその、よくほら、大病を患うと、それをこう、やっぱ命っていうのは、こう、なんていうんですかね、与えてもらったものなんだなってことを、そこで再認識して、まあ、見える景色が変わるというか、人生観が変わるというかね。そういうのあったりする。それは特になしだ。庵野秀明がすげえなって思ったね。どういうこと？あエヴの人ァンゲはリオそン的の「エなこヴァンと？ゲリオン」っていう作品至上聞主こう。義をそれ掲聞くげよ。て、頭がおかしくなったりとか、体が倒れようが、それは二の次だって言って仕事してるんだけど、まあ、今回こういうことが起きて、家族とか周りのね、仕事関係とか迷惑かけたなって思うと、やっぱりそれはもうしたくないなと思うんでね。なるほどね。だから注ぐようなその力を少しちょっとこう調整しちゃうっていうのかな。なるほどね。あと気をつけ、エヴァーに乗れーってことだよね。エヴァーに乗れーってことでしょ。そういや、そういうことでしょって言ったの。そういうことかどうかエは分かんヴァーないにけ乗ど。れーってことだよね、だからね。そんな言い方す いや、る？知ってたじゃん。俺のが最近見てるからね、でもね、どっちかというあ、と。そっかそっか、見てるもんね。そうそう。で、エヴァに乗れじゃないんだよね。エヴァーに乗れって言ってるんですよ、怒り言動が。よかったでしょ、あれ。いや、面白かったですけど、本当に恥ずかしながら今更見てますからね。ちょっとあれなんですあれけもど。見たの？その最後いのや、話あもれ見ね、いましや、たか？結局ね、君からその、そう、ドキュメント見てから新エヴァンゲリオン見ろよって言われたんだけど、最初やっぱ Q 見た後に、やっぱもう見ちゃうよね、もう。気になるからさ、君ああ、が。劇場版？そう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 。なんでまだ見てないんですけど、まあ見たら、ちょっと個人的にまた報告します、それを。ああ、ぜひぜひ。すいません。シェアしていきましょうよ。シェアしていこうかなと思うんですけど。今日ですね、そんな父さんに応援メッセージ実は届いてるんですよ。ありがとうございます。もう日頃からたくさんいただいてますよ。ちょっといついつね、こういただいてるお便り読んでいくので、ちょっと父さんの方で、まあ、ご返答。リアル達川時生ことね、クローズゼロね、君から。そうね、桐谷健太さん、主演のね、芹沢軍団のナンバー2と言われたね。達川あれ時劇生。場版オリジナルキャラだからね。そう。よくわかんなかったけどね。かっこよかったよね。クローズゼロのね。ね、山田孝之の右腕にいて、なぜか脳を怪我してるっていうそうね。君もこれからやっぱ脳に爆弾を背負いながら生きていかなくちゃいけないっていうところもあるんで、まあ、そういったでともころあもありれなよ、がら。この前先日ファンクラスで、3年ぶりの復帰をしました。ロッキー川村通選手。まあ、ロッキー・バルボアの、エイドリアのものまねで有名な、元、ファンクラス、ライトヘビー級チャンピオンの川村亮さんから激励のメッセージいただいすてまごいして、ね。復帰戦はヘッドパッドデスマッチでいきましょう。現役のプロレスラーと患部をぶつけて死ぬまでぶつけ合うっ ていう、まあ、死にヘッまドすパッドデね。スマッチ。
あとね、ありがたかったのがね、うん、あの、YouTuber のね、うん、あの、入ってはいけない宗教5選で有名な、偉い、偉天さん。偉天だね。偉い天長こと。偉天さんからメッセージいただいてまして、うんうん、ちょっとあの、お呼びしましょう、アズーリの。偉天さん来てくれるか、大丈夫ですかね。偉天さんも結構、体調大丈夫なんですか。偉天さんも大丈夫ですよ。今こそ偉天さん。そうか、必要な時代ですからね。来てもらえ、そうですね、すごいあのバズる可能性を感じますよね。需要あるもんね。あと、うん、あと戸上雄一から連絡があってね。え、あの、うん、果たし合いの、あのホリエモンの果たし合いの12月大会を主催するから、うん、手伝ってくれっていうふうにあの来たんで。リングに上がれじゃなくてね、うん、はい、あの、うん、丁重にお断りをしておきました。あなたと私は公式に交わることはないと思いますっていう。裁判してますからね。お伝えして。裁判してます。裁判して、支援損害金含めて全部勝っちゃったりなんかして。勝っちゃったりしますからね。すごいですね、ある意味ね。じゃあ、すいません。ちょっとあの、メッセージ読んでいきますね。先ほどの。ください。そんな長くはないんで、ちょっとあの、いきます。はい、まず、1つ目ですね。阿藤さんがいなくなったら、僕は何を希望に生きていいか分からず、路頭に迷うので、本当に無事でよかったです。今度ゆっくり入院中のゴシップ聞かせてください。生還おめでとうございます。株式会社、誰ですか、当てましょう。はい。鈴木雄介です。正解。すごいな。これ面白いね。ちょっと誰なのか当てていこう。すごいね。あの、鈴木雄介はですね、うん、他人のゴシップを食べ、うん、まあ、その夢を食べるのがバクっていう仮想の動物であるのに、うん、鈴木雄介は他人のゴシップを食べて生きているっていう。うん、あの、空想の化け物なんで。とんでもない、クソ野郎じゃないですか。それはそう。そう、静岡県浜松市が生んだ、うん、妖怪の一つです。なるほどね。すごいね。よく分かったね。まずゴシップってワードからだ。もう大好きだから。なるほどね。病院のゴシップなんかあるんですか？入院中のゴシップなんかあるんですか？いや、ないんですけど。ないだろうな。ええ、そうですね。うん、うめき声とかが聞こえてきますよね、他の部屋からは。やっぱ脳外科ですし、あ、はいはいはい、やはりその自立歩行できない方々もいらっしゃるんで、うんうんうん、僕はすごく本当に多分一番健康体の方ですね。あ、なるほどね、はい、うん、全然ゴシップじゃないね。そうですね。いや、でもいいね、これが病院のゴシップなんだよってことやっぱり鈴木雄介さんに伝えたいですね。じゃあ次の当ててください。また分かるかな。次ちょっとね、難しいと思うよ。あ、だったらね、ちょっとね、一番難しそうな人ちょっと最後に持ってきますね。はい。で、2番目ちょっと順番変えます。阿藤さん、この度は手術が無事に成功されたとのこと、おめでとうございます。入院のご連絡をいただいた時は大変驚き、しかも頭の手術とのことで心配しておりました。体調をお伺いするタイミングにやきもきしていたところ、伊藤さんから手術成功のご連絡をいただき安堵しております。伊藤さんと阿藤さんの愛の深さを感じました。いつも周囲の人たちのため頑張る日々かと思います。どうかしばらくはご自身のお体を最高に甘やかしてあげてくださいね。元気なお体拝見できる日を心待ちにしておりますといったメッセージいただいてます。いや、ちょっとわからないな。丁寧ですね。どうすか。で、僕と龍谷の関係に結構言及してるってことは、僕らのことをある程度知ってるのかな。いいよね。やっぱりこう、なんか、場当たり的な、この、本当に付け焼き場のこのクイズにも、やっぱり何かしらのことヒントを文章からこう、引っ張り出してやってくれる感じは本当にいいね。うん、君はやっぱり。ということで、当ててください。芦川さんかな、違う。芦川さんだ。これはね、違いますね。これ正解はですね、ゲストにもお越しいただいたセラピストの小倉真希さんですね。あ、小倉さんか、そつない感じですね。小倉真希さんはね、すごい、めちゃくちゃ気が利く方で、いや、本当ですよ。ラジオ用と、まあ、阿藤さんに直接用ってことで2部いただいてるんで、もう1部の方は、個人的に後で LINE で送らせていただきますので。いや、ありがとうございます、小倉さんね、お忙しい。なんか逆に、お体ご自愛されてください。そうですね。
じゃあ次3問目ですね。アトムさん、この今1勝1敗なんで、この3問目外すと、今その場で、そのホチキス全部自分で取ってもらうっていう罰ゲームあるんで、ちょっと死ぬ気でやってほしいんですよ。それは取れない、まず取れないし、取れないのか、そ実れ。績でも そっか。取れないですし、すごいよね、それはね。わかりました。ちょっとすみホラーだよ、ホラー。ません。ホラーですね。普通にじゃあちょっと3問目いきます。これね、当たったらね、大したもんだなと思いますね。やっぱりすごいなって俺は思う。いきます。手術無事終わったとのことで良かったです。阿藤さんの同僚の方は、阿藤さんがいなくなって、阿藤さんのポストが空くのを心待ちにしていたようで、無事なことを残念がっていましたが、僕は阿藤さんが大好きなので、とても嬉しいです。ブラックジョークを言えるのも命あってこそですよね。死の淵から復活したサイヤ人の本領発揮を心待ちにしています。ですね。シニカルなそうギです、ャ結構グをシニ入れカルてくるキャラクターかな。です。いや、ちょっとこれわからないな。でわも、からない。道玄坂チェリーズとか、例えば茶化してくるかなっていう。ああ、いいラインだよね。いや、こういう茶化しはしないってことだよね。ブラックな感じの。ょっとわかんないね。誰だそれ。わかんないですか。まあ、一個だけヒントいくと、友人ではなくてビジネス上のやっぱ関係ですね。多すぎるね。ビジネス上、そうだな、まあ、ビジネス上だし、俺とも関係があるっていうことぐらいですね、ヒントとしては。君と関係がある。どれぐらいのつながりか、ちょっとやっぱり大ヒントになっちゃうんで言えないんですけど。いや、わからないでこれはですすよね、ね。すげえ身内になっちゃって申し訳ないんですけど、これ株式会社 C プラスの代表取締役、武藤正さんからのメッセージです。武藤さん、あ、そうなん、らしくないですね。いや、なんか日々こう溜まってるのを出しますって言ってました。 どうぞ。あの人は本当にあったかい人だから。武藤さんね。僕ね、武藤さんほどね、人の痛みが分かる人は、本当に最近、めったに会わないけなど、るほどね。そう、あの人はすごいよ。武藤さん世話になってるからね、あうちりのがと会社は。う。ね、あとです。あとは武藤一党だからね。やんない、やってましたけどね。飯食い行きたいですけどね。おいおいね。という感じで。いあとや、ね、嬉しい、ありがたい、本当やっに良ぱかっり。たです。あとね、もう一人ね、私としては、ブッキングしようと思った、小寺真由さんっていう、オーダースーツの、営業の方がいらっしゃるんですけども、ああ、昔ね。お世話になった方、非常に、密にいろいろお仕事の方、やらせていただいたんです。その方からちょっと、メッセージいただけなくて、逆にちょっと阿藤さんの方から、小寺真由さんに向けて、メッセージいただければなと思います。俺から？そうです。まあ、幸せに、君に幸せあれっていう、あれですね、乾杯の、長渕のね。長渕剛の歌詞を送りたいかなって感じですね。まあ、すごく、いい子なんでね、はつらつと仕事されてたんで。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ちょっとね、僕もね、ここブッキングできなかったとか、ちょっと僕の力のなさかなとも思うんですけど、まあ、ちょっと、次回はね、なんとかまたチャレンいジし、や、負けずにチャレンジしようと思ってます。伊藤雅子欲しかったけどね、ここでね。俺の俺の前の奥さん？そう、伊藤雅子のザ・マーミロっていうのは欲しかったね。うるせえ死ねえだよね、だからね。伊藤則子のうるせえ死ねのお時間ですってことですよ、だからね。ほんとね、死ねとかも言っちゃダメですまあよ。でも本当にありがとう、ありがたいです、本当に皆さん、本当に。コメントいただいて、お仕事でお返しをしていきたいと思ってますから。随分綺麗にまとめました。そうよ。わかりました。この後、曲を挟んで、コーナーに行くんですけど、なんかこの病気について、なんか、最後話しておきたいこととかあります？ないっすけど、いや、みんな健康診断した方がいいねっていう。単純にね。単純に。4センチなるって、やっぱ、ね、一昼夜でやっぱ4センチにやっぱならないからね。やっぱ言っときゃよかったところはあるのかもしれないですね。そうだね。確かに。まあそういった感じですかね。
皆さんやっぱね、さ、うん、40代に差し掛かってくる我々の年齢の方々はやっぱ気にされた方がいいですよね。そうね、うん、そうなってもおかしくないですからね、確かにね。わかりました。ここでちょっとですね、私が忘れてた仕事をちょっと一個今更やろうと思ってます。そうね、ええ、もう TF でしょこれ何 TF って略されてんのこれ。うん、そうだよ。ええ、TF です。TF のお時間、はい、やりましょう。こちらがですね、控え室にも置いてあるんですけど、なんか携帯電話みたいなの電波音みたいなシューっていうのをずっとしてるんですよね。それでこの、フロア全体を守ってくれてるっていうね。コロナもこれ一つあれば大丈夫っていう代物でございますんで、アズリさん、これで、ね、よろしいでしょうか。ありがとうございます。あとですね、今更ですけど、またツイッター何かありましたらこちらの方に、麻藤さんへの質問、あと関係ない恋愛相談でも何でも大丈夫なんで送っていただければと思います。ひとしきりですね、終わったところで曲一曲挟んでコーナーいきます。ですね、9月26日ですね、あさって日曜日の18時からですね、下北沢440、これ440と書いて440なんですけれども、松本俊真さんとハイヤーセルフのですね、ファーストアルバムのリリースパーティーが開催されるということで、当日ね、足運べない方はストリーミングの配信もあるのでホームページをチェックしてくださいということで、先週ですね、お越しいただいたシンガーソングライターの木村仁美さんからリクエストいただいたような形になります。で、曲がですね、ファーストアルバム光の子供より虹組でございますね。ではどうぞ。空の色は何色、海の色は何色、花の色は何色、ことをもっと知りたい。昔々神様が落とした一滴の嬉し涙、大きな大きな海になって新しい命が生まれた。この
さいひまわり金木犀同じ花は二度と咲かないずっとずっと君と生きていたい歌が空へ帰ってゆくよ歌が空へ帰ってゆくよ出会い巡り今生まれ続ける歌が空へ帰ってゆくよ愛よ愛よ愛よ歌が空へ帰ってゆくよ空の色は何色海の色は何色花の色は何色君のことをもっと知りたい君の色は ありがとうございました。ということで、アトさん、おります？出るかな？おりますよ。あ、おります。はい、じゃあ、コーナーの方ですね。あ、これ、私が言いますか？久しぶりなんで。僕言います？あなた。あ、いいですよ。やりたいようだったらやればいいじゃない。面接してコーナーね。面接してコーナー。熱血甲子園、キワキワ学園鼠径部ありがとうございます。合ってます？はい。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、今日はどんな感じなんですか？多分ね、この歴史上、病院のその、医室から、メンズエステの宣伝する人多分今までいなかったと思うんで、多分史上初だと思います。これ人類史上初だと思いますけど。そうっすよ。うん。尖った番組を作るというアズーリさん、いつかわしい我々の番組は。うん、まあ、確かに、これは。さらに、尖ってるね、人類史上初のものに足を踏み込みます。今日の発表も、ね、実は人類史上初なんですよ。なんですか？メンズ史上初。君に授けた、ね、例の、ね、いただきます。ありますよ。うん、これちょっと見せたら出しま す。見えるかな？これ結構遠いんだけど。これね、はい、うちのグループ会社が開発しました商品名が、うん、キュアプラス CBD っていう。キュアプラス CBD。はい、はい、ちゃんと国が発売の認可を OK している CBD 成分、大麻の合法的な部分、リラックス効果をもたらす CBD を抽出したグミでございます。これ、Amazon で売ってます。うん、あ、売ってんだ。すごいね。はい。で、うん、ザ・ゴールド西新宿5丁目本店および北千住ルームはですね、めちゃくちゃ高い。うん、これ高いんですよ。一粒高いんですよ。すごいね。このグミをマッサージ、施術前にお客様に食べていただいて、究極のリラックス効果を沸き起こった状態で素晴らしい施術を受けてもらうっていう。すごいね。そうなのよ。リラクゼーションの本気追求しませんかっていう。ここまで来たかったんですね。そういうこと、そういうこと。俺これ君がなんかグミを俺に預けるって言われて預かって、うん、いや本当にこれ食っていいよってことなのかなと思って一人半分ぐらい食ってたんですけど、さっき7480円って書いてあったから3500円分ぐらい今日一人で食ったってことですね。
うん、だし、あの、よく中毒症状を起こさなかったなって、その、大体1日1個か2個が適量って、多分、あの、西洋医学に書いてある。確かにね、ちょっと高揚感あったかもしれないですね、なんかね。いや、あなただから、あれですよ、うん。よく見もせず、取り扱い説明、食べない方がいい。いやもうあとね、うん、あの高揚感っていうよりはリラックス効果なんで、うん、リラックス感ね、うん、そうですね、ちょっとこうゆったりとした気分になるものですね、うん、へえ、確かにね、グミ型といわゆるリキッド型があるんですけど、リキッド型ってのはどういうこと、なんか飲むってこと、まあオイルみたいなもんですね、舐めたりとか、へえ、今それもでもありなんだね、そう、まあ、ありですね。あの、厚労省が認可している商品なので、うん、まあ、Amazon ももちろんちゃんと審査が下りて、ね、発売をしているものを、店舗で常備して、そうだよね、お客様、いや、今日ちょっとリラックス多めで、うん、みたいな感じで、うん、まあ、あれです、家系ラーメンでいうところの、うん、まあ、ちょっと今日は、うん、あの、油多め、濃いめで、みたいな感じなるほどね。言っていただければ、セラピストがお口あんで食べさせていただいて、うん、その後究極のリラックスをできる。これね、うん、おそらく都内でやってるとこないです。で、これからちょっと媒体で発信していきますし。これはいいと思うよ。うん。で、YouTube でちょっとね、うん、逆にモニター募集してもらって、実際、うん、あの体験してもらいたい。いいね。うん。いいと思う。まあ、半分食った俺が言うのもあれだけど、いや、普通に美味しいですしね。なんかね、本当に高級なグミ食ってる。味がね。味も本当に美味しい。もう、いわゆるなんか着色料みたいな味するじゃないですか、うん、グミって、うん、わざとらしい味っていうか、やっぱこういちご味じゃなくていちごの味がちゃんとするみたいなグミだよね。だからね、今のあのクレバのラップでもあるんだけど、やっぱ本物ってのはいちごで偽物ってのはいちご味だって、同じようで全く違うんだみたいなことなんだけど、オッケー？自己満足だよ。は？すいません。そうだね、まあ、そういうことですね。すごいですねこれね。大丈夫だよ。そうですよ、あのかなりあのこ料金はあの、まあ、CBD グミ自体は調べればいっぱいいろんな他社さんもいっぱい出してるものですし、ね、価格もそれぞれなんですけど、うんうんうん、まあ、高野由里さんとかが実際マッサージで、うん、あの使ったりしてるんですよ、オイルとして。すごいじゃん、はい、大手さんも別に実証してるんですけど、すごいね、まあ、塗るタイプよりも直接こうあの食べるっていうところで、ね、ツイッターにコメントが来てる、ね、誰だ、ちょっと待って、あ、まずですね、阿藤さん、ご無事で何よりです。病室からズームでメンエスの宣伝最高です。長生きしてトレゴエアズリ FM1 長寿番組にしてくださいね、局長よりっていう、局長から来てますね。あれか、うん、サイコパス局長が来て、サイコパス局長、ね、部下の方は、部下いびりの、ね、部下いびりの局長ね。いや、部下の方からしたら尊敬すべきね、うん、マネージャーですよ。本当に、ただ僕と、うん、多分伊藤さんだけですよ、うん、局長の目の奥に宿る、うん、まあ、目笑ってないからね、目の奥は、そう、うん、笑ってない、わかるわかる、もう俺毎回もうそれ見てるから、もう取り込まれないようにしてるからね。あの、うん、そう、ちょっとね、余談なんですけど、うん、あの今回ね、アズーリさんの中でね、うん、こういうラジオの活動させてもらったところ、うん、ライバーさん、ライブ配信のタレントさんを、うん、多数抱えるマネジメント事務所から、実はオファーが来てるんですよ。へ、う、ぇ、ん。そうそう。どういうこと？で、今までの俺、アマチュアとしてさ、事務所に所属することなくさ、はいはいはい、やってきたけど、ようやくその、うん、要はうちの所属でどうですかってオファーが来てるんですよ。それは何でも、ライバーってことはあれですか。どういうこと、俺たちがその VTuber みたいになるってこと、まあ、まあ、まあ仕事は向こうがいろいろ多分あると思うんだけど、うん、ただ我々やっぱアズーリトリゴイチルドレンなわけですよ。そ、サードチルドレンと呼ばれたね、やっぱりところありますからね。そう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 、うん、アズーリインフィニティの実現のためにやっぱり生きてるわけだから、そういうことですよね、うん、そこの辺はちょっとね、次回ね、僕退院したらちょっと局長をゲストに招いて、うん、どうするんだってことですか、俺、そう、うん、俺らどうするんだって、
俺らの身の振り方どうすんだ、ナイトっていうのをちょっと。じゃあ、あの、復活一発目、それですね。それやりたいですね。うん、それちょっと僕のわがままをもし聞いてもらえれば、うん、曲調読んで、その場でも高橋秀樹代表取締役にもそのまま電話してもらって。うんうん、生電話だ。うん。そう。ガリンペルさんどうすんですか、うん、いや、もう就労時間過ぎてるから、ちょっとこの時間にかけるのやめてって言ったろうみたいなこと、意外にすんごいこう、あの、ルール守る人だったりとかしてね。そうそう、あの社長はね、って可能性もあるけど、やってみましょう。やってみましょうよ。うん、いや、ぜひね、そこはお願いできれば。あ、なんで、もう一通来てるんですよ。いや、もう一通、ね。実は、はい。あ、阿藤さん、ちょっとさっきのね、話の、あれですね、ガリン、あの、しっかり谷尾さんですね。しっかり谷尾さん。しっかり谷尾さん、前回もいただきましたよ、ね。来てきたけど、一時ね、来てなかったんですけどね。いや、ありがたいもん。うん、常連ですよ。4通目ぐらいですか、合計で。初回の方でね、何通かくれて、ね、しばらく、ね、あの、読みます。ガリンペルの皆さん、こんばんは。阿藤さんの手術が無事終わったようで何よりです。多分これ、さっきの、あの、僕が振ったんで、それなりだと思うんですけど、質問なのですが、ガリンペルのお二人の恋愛事情とかどうなってるんですか？彼女や家族はいますか？そして、先週ゲストのシンガーソングライター、木村ひとみさんの出演、ライブなどの予定が決まったら番組で教えてほしいですってことです。すごいありがたい。いや、ありがたい、ね。ちゃんとだからキャッチしてくれてるって。してくれてますね。すごいね。ありがたいよね。質問のないか、あの、ガリンペルのお二人の恋愛事情とかどうなってるんですかってことですね。あの、合計で今4つ目らしいですね。あの、一切我々は、あの、谷尾さんに本当に申し訳ないんですけど、あの、プライベートは一切ここで明かさないっていうスタンスでやらせてもらってますんで。え、急にやっぱ自分に振りかかるっていう可能性があった時の防衛線のあり方が。わかりやすいでしょ、もう。ですね。まあ、あの、家族はね、まあ、唯一言える情報としては、まあ、阿藤君も私もバツイチってことぐらいですね。そうですね。あと、伊藤君の先祖は、うんうん、明治の大文豪。うん、野木くんの墓の作者である伊藤幸男ですから、ね、それほんと好きよね、それ。これもうほんとに好きよ、ずーっと言ってるもんね、大文豪の末裔で。それさ、20年の付き合いでさ、それ君もうここぞって時に毎回それ出してくれるけどさ、えってなった人一人もいないからね、今までね。野木くんの墓ってさ、松田聖子主演で映画化されてるわけだし、そうです、そうです、あの、僕らがね、うんうん、あの、尊敬する高橋源一郎という、うん、作家の先生もね、うん、その世界の十字で愛を叫ぶっていうのは、うん、現代版野木くんの墓だっていうのを例えてるぐらい有名なものですからね。そういうことですよね。ごめんなさい、局長からもう一つ来ました。来ました、ええ、あの、多分阿藤さん喜ぶと思います。アンサーソング来ました、うん、次回サイコパス来日、来週もサービスサービスって来てますね、局長から。あ、すごいじゃん、ちゃんとエヴァンゲリオンちょっと見てますよ。局長もエヴァ好きなんだね。いや、局長といえば語りたいよ。そうだね、確かに、うん、っていうことですか、ね、やっぱね。いや、そうですよ、やっぱ桂木美里さんに着目する人っていうのはエヴァ結構分かってる人だからね、うん、なるほどね、うん、あの、うちのゴールドのね、うん、セラピストの女の子で、うん、桂木美里ちゃんっていう子も、うん、桂木美里をあ、彼撮ったんだ。オマージュして、へぇー、面白い。カツラギミサトっていうのがね、うん、切ないんですよ。切ないね、人間らしいんですよ。あの、まあ、もうみんな見てるけど、やっぱネタバレはするとよくないから、あの、意味生では言えないけど、そうだね、切ないね、確かにね、うん。曲調好きなのかね、エヴァンゲリオンね。その好きでしょう。まあ言ってくる、いろいろ共通な、うん、あとはなんか、うん、出してくれてるよ、うん、勝手にも局長のお見合い番組とかね。え、なになに、お見合い番組、局長がもう独身だっていう、もう前提、あ、前提のことで、ね、あ、それ面白いね、ここでやるっての面白いね。そう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 、うん、でデートとかも追ってもらってさ、局長エヴァに乗れ当然なんかね、局長エヴァに乗れっていう、それ今日仕込んできてからやりたかったんだ。いや、あの、それがちょっと頭に残って、すいません本当にもう、ええっていう感じですが、いや、局長嬉しいですね。でも多分これ、まあ、サイコパス来日って言ってるぐらいなんで来てくれるってことですよ。
いや、ありがたい。しっかまあ、ちょっと、まあ、後藤さんがね、まあ、来週、ちょっとでもその頭の感じが再来週になっちゃうかもしれないけどね、まあ、来週か再来週復帰するでしょうという時に。一応、来週の火水あたりが退院なんじゃないかとは言われていますね。へぇ、退院したいね。あれで退院できるんですか、あの状態で。大丈夫なの？抜歯をするからね。抜歯をしてしまえばなるからね。なるほどね。抜歯はいつ予定なんですか、ちなみに。ここでプライベートの。火曜日です。あ、火曜日にするんだ。あ、じゃあ抜歯して様子見て、水曜日とか木曜日に出れるよみたいな感じだね。そうですね。これ本当に。葛西純選手からヘッドバットの、デスマッチを来てくるのは俺今一番恐れてる。怖い、ね。すごい寄せていくじゃん。プロレス団体寄せていくじゃん。なるほどね。そう、プロレス団体とやっぱ縁があるからさ。それはちょっと怖い。なるほど。怖いね。無理やり寄せていくけど、まあまあそういうことですよね。でも来たら受けますよね。やっぱり。オファー来たら受けるでしょ。まあそうだね。ピコピコハンマーぐらいでやれれば。なるほど。それいいかなと思います。なるほどですね。すみません、ちょっとね、あの話のあれを追っちゃって申し訳ないですけど、メインスのコーナー、どこまで来ましたっけ。そう、要は今日重大発表したかったのは、CBD と究極のリラクゼーションで、ザ・ゴールドが業界初、これはいいと思う。食べていて、やるっていう、ことですね。なんか今までの発表の中で一番、なんか、すごい興味、僕は湧きますね、やっぱり。来月は、おそらくアパレルブランドで、第一次デザインも決まってきてるんで、出るんだ。それもアパレルブランドのプロジェクトのリーダーの方を呼んでですね、岩原さん呼んで発表もできるかなと思ってます。すごいね。あ、ツイッターにまた届いたって、すごいな。局長かな。ありがとうございます。すいません。局長ツイッター解説必要あるのかね。あ、まずですね、局長いきます。意外としっかり他人をか。いや、局長でした。独身なので毎日がくわえタバコでスイカに水やってますっていうふうに来ましたね。やっぱちょっとロックだな、その辺。そうですね、やっぱり独身貫いてるんでしょうね。いやでもね、やさ男ですしね、まあ俺は結構 ね、 いい顔してるよね、女性とのね、そう、ストーリーはあるんじゃないかと思うんですよね。でもなんかね、僕なんかあの目のやっぱりこの奥を見ると、結構ノンバイナリーっていうか、もう性関係ないんじゃないかなっていう、こう思ってますよ。それぐらいのみなぎるもの結構俺は感じてるから。なるほどなるほどね、でそれちょっとお湯をやっぱり解明していきましょう。聞いていきたいですね。でもう一つ来てます、あ、これねちょっと嬉しいです。先週来てくれた木村ひとみさんがメッセージくれてます。なるほど。先日はありがとうございました。今日はガリンペロのちょっと照れくさそうなツーショットが見られて、私もニヤニヤしてます。そしてリクエスト流していただいてありがとうございました。440さんでのリリースパーティーでは、ローズレコード主催の底部圭一さんやクフキの今野さんが DJ として参加されます。優しいメッセージとハッピーチューンのあふれる素敵な音楽とともに、日曜日の夜をまったり過ごしてくださいっていう、完全にあれですね、私がもうちょいやれよっていうかね、言い切れなかったことをここで言ってくれたような感じですね。そんな感じで。ソカベケイジさんのビッグネームでしたって。あ、そうそう、ソカベケイジ、あれサニーデイサービスの。サニーデイサービスでしょ、いいよね。その人がやってるんだね、このローズレコードっていうのはね。なるほど。すごい大手ですね。いや、ちょっとね、ぜひ、さっき一応言ったんですけど、あれです。そう、ストリーミングの配信もしてるみたいなんで、当日行けなくてもまあ聞けますよってことなんで、まあ、じゃあぜひちょっと興味ある方は、ぜひ聞いていただければと思います。はい。あとさんね、終了1分前なんですよ。まあね、局長、僕らのリクエスト出ていただきそうなんですけど、ゲストもう何でも来いなんで、バトルロワイヤルなんでね、俺たちは。局長ね、やっぱ俺、お見合いコーナーやりたいですね。いろんなこの人種とかも性のあれも全て超えた人たちを全部呼んで、生涯のパートナーをね、局長に探しましょう。見つけたい。そして目が本当に笑う日っていうのはやっぱ俺は見てみたいなって思った。見たいですね。見たいです。例えば、アトウさん、なんかそれが俺たちがアズーリ、
卒業するしかもない。局長が最後笑う日。さよならすべての局長たちってことですよ、だからね。そうですね、いや、ほんとそうだよ。そうだったんだと思った。そういうことですよ。局長のクローン団が出てきちゃったりなんかしてね、最終的にね。そうそうそう。俺たちは今、剣を生成してるから。そうそうそう。今、やり作ってるから、ね。局長を再編成するから。そうそうそう。そういうことですね。すいません、ちょっと二人、今、この時にエヴァンゲリオンの話よりも我々ぐらいですからね、本当に申し訳ないです。好きだからね。すいません。はい。なんか、あります？最後。大丈夫ですか？いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。じゃあ私からすっごい私事なんですけど、ちょっと友達に対してメッセージ、いいですか。全然このラジオの私物化だけはしないと決めてたんですけど、言います。おい拓郎、お前ちょっと女泣かせんじゃない、ちゃんとしろ拓郎、お前のことだ拓郎。ありがとうございます。拓郎に対する、お友達の拓郎に対するメッセージですね。女泣かせてばっかりいるんで、ちょっと今回この電波を使って言わせていただきました。という感じで、もう終了です。ありがとう。